Hi guys, konnichiwa, my name is Alex and this is Cookie Chair channel, and today I'll try to open the new rubric Try Not to Laugh challenge. It was a request from Potito. I hope it will be fun. Subscribe to my channel if you want to support me, you can visit my Patreon page. Because all, let's go.続いてのターゲットはこの方。モニタリング初登場、声優の金田智子。こちらも店の心霊番組で白い服の幽霊が出ると噂の古民家を取材し情報をインプット。いろいろとツッコミどころは満載だったが詳細は省略。 次のロケ場所へと移動するため、タクシーに乗ってもらったところでモニタリングスタート。ああ、もう怖かった。なんかあの部屋、あのお家になんか女の人が住んでいらっしゃるっていうお家みたいで。 幽霊タクシー歴代最高の隣ですか？お客様の隣には誰もいらっしゃいません。隣ですか？あのお客様の隣には誰もいらっしゃいません。隣は隣さっきさっきいました。これ今日。 反応に今までどんな状況でも必ず声を装ってきた幽霊役の女性も笑いを抑えきれない。大丈夫ですか？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 大丈
止めどない笑いが込み上げる人間、しかし深呼吸で立て直し楽に復帰。自分の体をつねって確かめる41歳の人妻。何これ、私のことちゃんと見てよ。お話ししましょう。ここから幽霊と不思議ちゃんの奇妙すぎる会話が始まる。どうしてどうしてずっとタクシー座ってるんですか。どうしてだと思う。わかんないです。タクシー好きなんですか。タクシーなんて大嫌い。幽霊の機嫌を損ねてしまい深く後悔。今度は幽霊から質問。面白い話聞きたい。面白い話、面白い話でしょ。ちょっとね、
ちょっと待って、幽霊を怒らせないよう必死で面白い話を思い出す。そしてひねり出したのが、ファーストフード屋さんで、メロン、あ、メロンじゃ、レモンにします、ミルクにしますって言われてメロンって言っちゃったことが。先言ってください。最初に言ってしまうという痛恨のミス。かなりテンパっているようなのでモニタリング終了。もっと見たかった。I'm very surprised, guys, how easy to scare some people. This woman amazing, like, what? I never be scared like that. Ghosts? Really? People still believe in ghosts? Oh my gosh. Oh. I hope I pass this test, guys. And please, guys, write in comments below what do you think about this new rubric. Is it good or is it bad idea? I hope you guys enjoyed it with me. Subscribe to my channel and see you next video, guys. Bye.